皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、2000年までに放送された歴代バラエティの中で、特に面白かったと思うテレビ番組はどれですか？という内容です。では、早速見ていきましょう。40位は、志村けんの大丈夫だ。みんなの意見はこちら。自分がドリフターズというよりも、志村けんさんを認識した番組です。子供ながらに、こんな面白い番組があるんだなぁと思った覚えがあります。変なおじさんなどが大好きでした。39位は、速報課の大辞典。みんなの意見はこちら。過去と当時の流行曲を、どちらも聴けるのが画期的だった。家族で見られる数少ない番組だったと言えるかもしれない。38位は、爆笑オンエアバトル。みんなの意見はこちら。芸人のネタに対して、会場で見ている人たちが、その場で評価をして、評価の高かったネタだけを放送するというのは、それまでにはなかったスタイルで、無名の芸人さんで、面白い人を発掘する面白い番組だったから。37位は、平成教育委員会。みんなの意見はこちら。勉強が番組になる。というのが目新しくて、毎週楽しみだった。あまりテレビを見ることを許してくれない親も、この番組は見ることを夜してくれていたし、問題の内容も難しすぎなくて面白かった。36位は、夢が、モーリモーリ。みんなの意見はこちら。スマップのようなアイドルが、コントをやったり、笑いを取りに行くような番組は、それまでに見たことがなかった。特に、顔が売りのはずのアイドルが、ひょうきんなメイクをして、コントをするのは衝撃的であった。35位は、亜生やん。みんなの意見はこちら。今の20代などは、あまり知らないかもしれないが、バンド、アイドルブームを牽引するテレビ番組という意味では、後にも先にもありそうでなかったテレビ番組だった。素人目線ではあるが、ズンクさんがいても、この番組がなかったら、モーニング娘。はこの世になかったのではないかと思われるくらい影響力のあるテレビ番組だったため、今もメンバーを変えて引き継がれている、モーニング娘。を誕生させた伝説的な番組だと思います。モーニング娘。以外にも、鈴木亜美さんや、ケミストリーなど、今も私たちを楽しませてくれるアーティストや、タレントさんをたくさん生み出してくれたので、今も記憶に残っています。34位は、ラブラブ愛してる。みんなの意見はこちら。キンキキッズ、吉田拓郎、篠原智恵など、個性的なメンバーが、いろんなゲストを迎える番組、一回に一人のゲストをたっぷり見せてくれて、最後にゲストが歌いたい曲をみんなで歌うという、ある意味シンプルな流れが好きでした。いろいろなアーティストとのコラボや、篠原智恵が楽屋に遊びに行った時の、普段見れない楽屋風景や、ゲストの顔などが見れて面白かった、近畿キッズの二人の成長を見れる番組でした。この番組も、幅広い層の人たちに愛されていて、今でも、ローブローブ愛してるの話題を出せば、あれ面白かったよねと、誰もが口にする番組です。吉田拓郎さんも引退してしまったので、難しいかもしれませんが、またやってほしい番組なので、伝説的に選ばせてもらいました。33位は、スーパージョッキー。みんなの意見はこちら。何気ない日曜昼の番組でしたが、奇人変人はすごかったです。電球を食べたり、カミソリを食べて、血だらけになったり、大変でした。よく映せましたね。最高は、ゴキブリを食べた奴が死んだという伝説ですね。生放送でありながら、お色気要素を含んだ面がありました。私が見た中では、事故なく進行しているようでした。リスクマネジメントをどのように行っていたのか、今になって思うと、気になります。32位はタモリクラブ。みんなの意見はこちら。タモリクラブ的なという表現で、一部のサブカル好きには通じるくらい独自の世界観を表現した番組で、例えばダウンタウンのごっつええ感じとは、それこそ真逆の、どちらかというと性的な、しかし、確固たるカルチャーを発信していたため、長寿番組でありながら、派手さがなく、ゆるさ適当さを貫いた番組だったから、タモリの持ち味である博識さとゆるさが、かえって長寿の秘訣だったかと思うし、それはタモリにしかなし得ないことだったと思う。31位は、動物奇想天外。みんなの意見はこちら。当時はおふざけ番組ばかり見ていたのですが、子供ながら命について、深く考えさせられる番組だったことを覚えています。世界はこんなに広くて、こんなにいろんな生き物がいること、貴重映像をたくさん見ることができました。またやってほしい番組です。子供の頃、動物の愉快な生態や、可愛らしい仕草に、毎回興味深く見ていた記憶があります。
自宅にいながら動物園にいるような時間を過ごせました。奇想天外という四字熟語がまさにぴったりな番組なだと思います。30位は加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビ。みんなの意見はこちら。やはりとても大人気番組だけあって伝説という感じがします。その時に旬な芸能人ばかり出ていたのですごく好感度がありましたし、放送の時間が楽しみになりました。志村けんと加藤茶の2人がタッグを組んでやったお笑い番組でした。お色気あり、今の令和ではまず引っかかるであろうお笑いにも果敢に挑戦していて、ひょうきん族とは異なる笑いでした。29位はヘイヘイヘイミュージックチャムプ。みんなの意見はこちら。もともとダウンタウンが好きで見てたのですが、他の音楽番組にはないアーティストとの絡みが斬新だったと思います。音楽でしか知らないアーティストを終始笑いの要素を散りばめながらいじっていくスタイルにより、アーティストの新たな一面を露呈したりと大変な役割を担っていた番組だったと思います。ダウンタウンの浜田雅俊さんと松本人志さんがゲストのミュージシャンの普段見せない一面を引き出す点が面白かった。小室哲哉さんや牧原紀之さんとコラボして販売した楽曲も大ヒットして流行した。楽しみで好きなアーティストさんを録画してみたりしていたことを思い出しました。ダウンタウンさんとのトークで歌っている時とは違う人柄や話し方を知れるのが面白かった。28位は TV チャンピオン。みんなの意見はこちら。様々な選手権を開催し、ニッチな特技を持った一般の人が活躍できる場を作ったから、特に大食い選手権ではスター選手がたくさん生まれ、フードファイトという言葉を世に知らしめた功績は大きいと思う。この番組の魅力は大食い大会でした。大食い関連の番組は今でも時折放送されてはいますが、この番組で大食い大会が開始された頃はまだフードファイターたちがタレント化されておらず、しかもルックスがごく普通の人であっても、その人が大食いに自信さえあればどんどん先に勝ち進めるというのも当時の魅力ではありました。テレビチャンピオンから人生が変わった人も多いと思います。ギャル曽根さんやさかなくんはテレビチャンピオン出身ですし、他にも今活躍している人の中にはテレビチャンピオンに出演経験のある方も少なくないと思います。マイナーな世界を世に知らしめた企画も多くて、内容的にとても面白かったです。27位はあっぱれさんま大先生。みんなの意見はこちら。確か日曜日にやっていて、小学校時代に見ていた記憶があります。いろんな子供たちとさんまさんの絡みが面白くてすごく癒されていました。今はこの番組はもうないですが、あの時生徒として出ていた子供が大きくなってさんま御殿などで共演を果たしているのを見ると、あ、伝説の番組だったなと感じます。明石家さんまの卓越した話術と唯一無二のキャラクターが印象的でした。共演する子供たちの良いところや強みをうまく引き出していました。だからこそ長寿番組になったのではないでしょうか。日曜日の午前中に放送していたような記憶があります。同世代の子供がテレビに出ているのが面白かった。これを見ながらゆっくりと休日を過ごし、午後は友達と外遊びをして夕方帰宅する平和な時代でした。26位はマジカルズノーパワー。みんなの意見はこちら。やっている時はさほど思わなかったけど、面白いトップクラスのタレントさんがたくさん出て本当にいい番組でした。タレントが出演するクイズ番組で、それまでにテレビでやっていたクイズ番組とは違って知識というよりは言葉遊びに近い形でリズムに合わせたり、言葉から別の言葉を連想するなど、子供から大人までテレビを見ながら一緒に楽しめる番組だったから、クイズ番組であそこまで国民的な人気を獲得しており、みんなが見ているという番組は後にも先にもマジカルズノーパワーだけだったように思います。振り返って考えてみると MC が坂東英二さんというのも斬新です。25位は笑う犬の冒険。みんなの意見はこちら。今は全くコント番組がないので懐かしく思います。ミルネーさんさんとか最高でした。レギュラーメンバーも当時大人気の若手芸人が出ていたし、子供にも見せられる番組内容で面白かったです。不思議なメンバーが集まった番組だったと思う。芸人の中に女優もいて、コントを全力で頑張っていて、しかも面白くて世間で人気のキャラになったりして、とても面白い番組でした。うっちゃんなんちゃんのことを認識した番組です。コスダ部長やミル姉さん、センターマンといった個性的なキャラクターが大好きでした。個人的には当時のお笑いの流れを作っていたと思います。24位は料理の鉄人。みんなの意見はこちら。料理番組を対戦形式にしたものの中でも画期的だったと思う。
プロフェッショナルな料理人がジャンルを超えて対決したりと、当時としてもなかなかなかった気がする。また、コロシアム形式で臨場感を感じていた覚えがある。料理や厨房がエンターテイメントになるなんて、ありそうでなかったし、今思うと結構斬新なことしていたんだろうなと思う。演出とか、細かいところがすごく凝っていて、ついついのめり込んでみてしまう。料理というものをエンターテイメントとして表現することに成功した点で、伝説の番組だと思います。当時は番組内容を共有する人が誰もいませんでしたが、欠かさず見ていました。道場さんがお休みの日は、がっかりしたものです。23位は、恋のから騒ぎ。みんなの意見はこちら。一般人らしい人たちを集めて、赤裸々にトークし、何も気にせずに、ツッコミを入れるというスタイルは、かなり面白いと思います。毎度テーマや、ゲストが異なるので、見ていて飽きませんでした。さんまさんが、女性から悩みやいろんな話を引き出し、笑いも取るしで、他の司会者にはできない。唯一無二の番組だったと思う。その中で、真央さんや、多数のタレントも輩出されたから、現在のポリコレが浸透した世の中ではありえない。さんまさん対可愛くて、若い女の子多数のトークショーというのは、当時の世の中の縮図という感じで、本当に伝説的だと思う。若い女の子にとっては、あの番組に出るというのは、本当にステータスだったと思う。否定するつもりは全くないが、女の子側もそういう設定の中でも、そこに出て、世の中や男性を小馬鹿にしたような発言をするという、したたかな部分も垣間見られた。もう二度と、あのような番組は当面ないと思うが、非常に興味深い番組だった。22位は、ザヤもきっぱれ、みんなの意見はこちら。当時、知らない人はいなかった番組だと思います。タレントの間で、この番組に呼ばれることが、一つのステータスのようになっていたのも印象的です。この人と、この人は仲が良かったんだという発見があったり、普段バラエティ番組に出ない人も、引っ張れには出ていたりして新鮮でした。とても長く続いていたし、まさに伝説的な番組だったように思います。長年続いた上に、様々な著名無名なタレントが関わり、活躍した場だったから、世代を超えて愛された番組は、他にないと思う。継続して放送されたスパンの長さや、生放送で大きな放送事故もなく、レギュラーメンバーが豪華で、世代問わずみんなから愛されてきた番組だったから、流行の歌を本人以外の人が歌う、当時はあまりなかった歌番組でした。特に昔は歌唱力がちょっとなアイドルも多かったので、その曲を上手い人が歌うと、新たな魅力が感じられて感動していました。21位は歌番、みんなの意見はこちら。ゲストと石橋貴明、中居正広のトークが面白かった。特にモーニング娘。がゲストだった際のトークコーナーは、アイドルを捨てて笑いに振り切っていて、たくさん笑わせてもらった。トンネルズのタカさんと中居さんの司会が面白かった。音楽番組だけど、出てくるアーティストの方々たちのトークが面白くて最高だった。特に嵐と中居さん、タカさんのやりとりは伝説的に面白いし復活してほしい。スマップの中居正広さんがジャニーズの後輩の魅力をうまく引き出していた点が印象的だった。嵐が出演する回が特に好きで、嵐メンバーの大野智さんとスマップの中居正広さんがやる寸劇が面白かった。 CG 加工をネタにする回も多くて笑った。石橋貴明と中居くんの小気味良い掛け合いが面白かったです。独特の世界観と雰囲気がゲストの良さを引き出していました。歌やダンスのみならず、遠くまでが光を放っていました。20位はうっちゃんなんちゃんの売りなり、みんなの意見はこちら。当時、うっちゃんなんちゃんの番組がとにかく数多く放送されていましたが、中でも売りなりはポケビブラビの人気や社交ダンス、ドーバー海峡横断など数々の人気企画があり、鮮明に記憶に残っているので伝説的だと思います。番組が終わって何年経ってもポケットビスケッツやブラックビスケッツが紅白に出るくらい語り継がれている番組だと思うから、うっちゃんなんちゃんが有名になった番組だと感じるから、昨年の紅白に出演したポケットビスケッツとブラックビスケッツは当時熱を持って追っていた。またうっちゃんなんちゃんはじめタレントたちが目標に向かって挑戦する姿は当時はとても夢中になって見ていた。今思えば綱渡りや署名活動など無茶ぶりな企画も多くあったと思うが、
それでも当時の他番組に比べると過激さは控えめな方だったように感じ、それが子供心に見やすかったのだと思う。番組企画から歌手デビューした千秋さんやビビアン・スーさんなど、この番組から名前が売れていった人が多数いるから。また署名活動など視聴者を巻き込んだ企画も多く、テレビの力を感じさせてくれる番組だった。19位はさんまのからくり TV。 みんなの意見はこちら。私が物心ついてからもずっと楽しみにしていた番組。やらせ疑惑もあったけど、それでも面白かった。あの番組においては明石家さんまの力は必要ではないかのように、タレントや素人の回答が神がかっていました。特にご長寿クイズは絶対に笑いが生まれる不思議なコーナーでした。本人の意思か番組の指示かは分かりませんが、やらせ的な部分はたまに見え隠れしましたが、幼少期に親と見ており、ずっと笑っていたのを覚えています。特にご長寿早押しクイズで素人のおじいさんやおばあさんを参加させて、それをさんまさんが面白くいじって番組を成立させていたのが衝撃的でした。今ではそういった番組も少ないので衝撃的に感じます。子供から大人までみんなが夢中になっていたのを覚えています。私も大好きで、一度友達が出た時は感動してしまいました。永遠の名作であり伝説の作品であると感じます。18位はトンネルズの皆さんのおかげでした。みんなの意見はこちら。テレビの中で接待をしながらトークする、お土産を持ってくる、毎回同じ流れなのに面白さが感じられる、タモリさんのお昼のワイドショーのようなのに、トンネルズになるとまた一気に面白くなるのですごいです。トンネルズの番組はいろいろと不祥事が起こって番組が休んだり、名前を変えてまた復活したりしていましたが、総じて放送ギリギリを攻めた面白いを追求した番組だとも思います。お腹がよじれるほど笑った覚えがあります。もじもじくん、仮面ライダーノリダーなど、食わず嫌いようなと今でも覚えているコーナーがたくさんあり、また見たいと思っている。野猿の歌大好きだったなと懐かしく思い出します。食わず嫌いのコーナーが一番好きでした。その時にやっているドラマの人気キャストが対戦するなどして、すごく見応えがありました。この芸能人はこんなものが嫌いだったのと食わず嫌いを知るのも楽しかったです。またやってほしいです。17位は伊藤家の食卓。みんなの意見はこちら。小学生の頃に見ていました。日常生活で役立つちょっとした小技や知恵を分かりすく解説されていたので、毎週楽しみに見ていました。令和になっても再放送してほしいくらいです。令和の時代でも伊藤家の食卓で放送された裏技を使ってる人もいるし、伊藤家と聞くだけで裏技だと通じるので伝説的だったと思います。周りもみんな毎週見ていました。学校で見ていない人がいないくらい、クラスほぼ全員見ていました。お役立ち情報のレベルが高く、実際にやってみたいと思うことが多かったです。未だに友人間で伊藤家の食卓という言葉が出たりするのは伝説の証だと思います。小さい頃家族と盛り上がりながら楽しみに見ていた思い出の番組です。勉強になる点が非常に多く、教育の観点からも良かったなと感じますし、非常に伝説的な作品だと思います。16位は風雲たけし城。みんなの意見はこちら。現在もリメイク版が作られているくらい人気で、海外でも認知度が高い。国内だけの笑いにとどまらず、全世界の人々が笑える番組なので評価が高い。出場してみたいとみんなが思える。これだけ時代が変わってもみんなが語り継いでいるのは間違いなく名作だからだと感じます。作品の作り具合に気合が入っていますし、時代の良さもあって本当に伝説と言えます。大掛かりなセットを使用して一般の参加者相手にたけし軍団が容赦なく攻撃する、今の時代では絶対に批判が殺到するであろう内容の番組だか、毎週放送を楽しみにしていたから、時代的に予算が豊富だったとはいえ、大勢が一斉に参加する体感型のイベントができるだけの巨大セットを使っていたのはすごかった。今のサスケにもつながるような体力を面白く見せる最初の番組だったと思う。15位はあえのり。みんなの意見はこちら。当時知らない人はいないくらい有名な番組だったし、主題歌は毎回大ヒットしていたから。またあいのり出演者は今でも有名で、各々で活躍している様子が見られて、振り返るたびに偉大な番組だったんだと感じるため、今考えたらとても興味を持って見ていました。
素人の恋愛番組で直に登場人物の感情が伝わってきてうまくいったらいいのにとか勝手に応援したりしてドキドキしてました。元祖恋愛リアリティ番組というイメージです。私は見ていなかったのですが、周りはみんな見ていたし、未だに相乗りのと話題になることもあったり、最近のリアリティショーとの比較でも話題に上がるため、クラスの女子男子問わず、恋愛系が好きな人は必ず見て、翌日友達と話して盛り上がっていました。後からやらせな部分とか、スキャンダラスな部分も出てきましたが、過去にない番組だったと思います。恋愛リアリティショーは今も複数存在しているが、この番組あたりが最初だったのではないか。海外を旅するという企画も今では考えられないし、この番組を通じて知名度を上げていった出演者も多いと思う。14位は俺たちひょうきん族、みんなの意見はこちら。この番組からビートたけしやさんまなどのスーパースターが生まれたし、ドリフが低迷していくきっかけを与えたと思う。今のコンプラにがんじがらめにされたつまらない番組とは違い、やりたいことをやりたいようにやれた時代を象徴する伝説の番組。たけしやさんま、山田邦子などの日本を代表する芸人が出ていました。その彼らが躍動している番組だけに見応え満点でした。まだまだ若いだけにエネルギーを存分に感じました。漫才ブームの頃から俺たちひょうきん族に人気は移ってきたと思います。B&B、2B とさんまと人気漫才師がコントをして誰もが知ってるギャグも数多く生まれ、今でも大活躍している。すでに伝説的だったモンスターバラエティ番組の8時だよ。全員集合を終わらせた番組として有名かと思います。明石家さんま、ビートたけし、島田紳助など一人でも冠番組を持つような芸人の揃ったこちらも伝説的モンスター番組だったと思います。多くのお笑いの人がいるんだなと思った番組です。お笑いの勢いがある番組だと思います。各コーナーのコントも楽しくお笑い最高でした。ビートたけしや明石家さんまのキャラクターも印象的でした。13位はガチンコ、みんなの意見はこちら。ほぼ全ての若者が見ていたということで、国民的な人気がある素晴らしい番組だと思います。もう超えることは不可能な伝説的な作品であり、永遠に語り継がなくてはならないと思います。やらせはあったが、迫力ありました。竹原をバカにすればするほど、ボクシングプロ志願者は、のめり込み旅を越す行為ばかり。それに応じて、TOKIO や竹原をはじめとしたスタッフの対応が面白い。ガチンコラーメン道とガチンコファイトクラブは印象に残っています。やらせなのかガチンコのか、いつもギリギリのラインを行ったり来たりしていて、むちゃくちゃ面白かったです。今思えば全部やらせだったのかもしれない。やらせや演出疑惑が週刊誌に次々と出ましたが、注目されていた番組だったことは確かです。ドキュメンタリータッチの番組構成は新鮮で、後々の番組にも影響を与えた番組だと思います。お約束的な展開はプロレスを見ているようで、適度な興奮感を味わえました。ラーメンや漫才など人気企画がたくさんあった中でも、一番面白かったのがファイトクラブです。かなりやらせの部分があったのですが、もうやらせを通り越して壮大なドラマとして楽しんでいました。練習生がプロテストに合格した時は感動して泣いてしまったほど素晴らしい番組でした。12位はタモリのボキャブラ天国、みんなの意見はこちら。言葉から発せられる雰囲気や言っている人の口調、ボケやらツッコミに酔いしれました。一文字変えるだけで面白くなり、腹抱えて笑えたのは驚異的であったと今でも感じています。今見るとただダジャレを言っているだけみたいに見えなくもないですが、お笑いをすごく手軽なコンペティションにすることで推しの要素が刺激されて熱狂的に引きつけられたように思います。最初は素人のハガキネタ投稿番組だった気がするが、言い換えネタ、その後若手芸人がネタで勝ち上がる番組になった。現在も活躍する人気芸人たちはこの番組から生まれた人が多く、影響力がすごいと思う。この番組から後のお笑い界や MC をやって現在のテレビ界を引っ張るようなタレントが輩出されて懐かしいです。カイジャリ水魚でしたか。今のクリームシチューのお二人、爆笑問題にアンジャッシュとかネプチューンとかたくさんおられます。替え歌が面白かったです。七つの浦和駅の歌など今も覚えています。普通のお笑いのネタ番組と違って言葉の言い換えというところが変わっていて面白かった。毎週考えるのは大変だろうなと思いながら見ていた。当時よく上位に食い込んでいてトップ3と言われていた爆笑問題、ネプチューン、カイジャリ水魚、今のクリームシチューは現在も活躍中なところを見ると登竜門的な番組でもあったのかなと思う。
11位はネルトンくれないクジラ団、みんなの意見はこちら。バカバカしい番組ではありましたが、必ずリアルタイムで放送は見ていました。当時では画期的で前衛的な番組だったと思います。皇族に与えた影響がとても大きく、その点において伝説と言えます。お見合いパーティーのことをネルトンパーティーと呼ぶようになるくらい世間に浸透させた功績がすごいと思った。現代のリアリティショーの原型というか、ひな形のように思える。バブルの明るい時代背景もあって、若者は恋愛を楽しんでいました頃です。学生だった自分も毎週視聴していました。最新のファッションで身を包み、かっこいい車でドライブをしたり、高級なレストラン、ホテル、おしゃれなデートが流行り、恋人が欲しい男女のマッチング、余裕のあった時代だなと思います。小学生の時にネルトンを見て印象に残っています。素人をカップリングするだけの番組なのに、トンネルズの面白さがとても出た良い番組だと思います。途中のインタビューもめちゃくちゃ面白いし、振られた後も面白いし伝説だと思う。トンネルズの番組で一番面白くて好きだったかもしれません。大どんでん返しとか素人のお見合いみたいなのに、タカさんとノリさんが盛り上げてあげてて面白かった。またやってほしい。10位は天才たけしの元気が出るテレビ、みんなの意見はこちら。今のテレビではできないような斬新な企画ばかりですが、その後のバラエティへの影響は計り知れないと思います。高田純次と島崎敏郎はリポーターという枠には収まらない活躍で、今見ても爆笑してしまいます。こんなに素人が出て面白いと思うのはもう伝説だと思う。ボールが当たっても池に落ちても何でも OK で、こんなに危ないアトラクションなんて今ではできないだろうし、家族でワクワクする番組はもう出てこないと思う。ビートたけしの天才的な面を見ることができました。共演していたテリー伊藤のサポートぶりにも圧倒されました。この二人の一挙手一投足を子供から大人までが楽しみにしていました。お笑い芸人だけでなく、俳優やその他のジャンルのタレントをごちゃ混ぜにして様々なことをやっていたと思います。エンペラー吉田、今来た加藤などのキャラもいて、家族全員で笑えました。物心ついた時からやっていた番組でした。放送時間が重なって、元テレ派か、ゴッツ派で分かれていましたね。コント以外で、バラエティでこんなに笑える番組は、後にもないです。高田純次最高。9位は、志村健のバカ殿様、みんなの意見はこちら。年数回の放送でも、放送があると知ったら必ず見ていたし、おじいちゃんから孫までどの世代でも一緒に見て笑える内容だったため、志村健といえば、バカ殿のイメージで長年愛されいたから、志村健さんのバカ殿様を見るのが好きだった。特に、優香さんのお姫様とバカ殿様のやりとりが好きで、姫様が出てくる日は、嬉しくて必ず見ていた。また、ゲストも豪華で、いろいろなことをバカ殿様とやっているのが面白くて大好きだった。子供の頃に爆笑しながら見ていた記憶があります。大人になった今でも覚えているくらい楽しい番組でした。番組のセットに手が込んでいたのが印象に残っています。また再放送してほしいなと思っています。こちらも同様に志村健さんに対して興味を持つきっかけとなった番組です。バカ殿という愛されるキャラクターは一度見たら忘れられないと思います。季節のスペシャル版ではいつもより豪華な演出があった覚えがあります。志村健が最高すぎた。同じものは二度とできないから本当に伝説だと思う。けどどんどん再放送をやってもらえれば永遠に楽しめる気がしてならない。真似してもできないだろうなと思う。子供の頃から見ていた番組です。バカ殿のアインは誰もが一度流行ったことがあるのではと思います。数々のギャグを生み出していて面白くて笑える番組でした。志村健さんが亡くなってしまってバカ殿が見れないので本当の伝説になってしまったなと思います。また志村健さんで新しいバカ殿が見たいと思う人は多いと思います。8位は夕焼けなんなん、みんなの意見はこちら。トンネルズだったから良かったんだろうなと思うし、同じ番組を作ろうとしても決して同じにはできないと思うし、トンネルズを超えられる人はいないと思う。また見たいなとは思う。秋元康さんを知ったきっかけの番組です。この当時からすごい人がいるんだなと思っていましたが、今も変わらずずっと曲を作ってタレントさんたちを育てており、その才能は本当に天才的なものだと思います。そんな秋元康さんの原点だという感じがするので、こちらも伝説的な番組だと思います。MC がトンネルズで、素人の高校生がアイドルになった伝説的な番組で、AKB48 や乃木坂などの先駆けだと思います。
番組で有名になったアパレルブランドセーラーズの人気もすごかった。秋元康の奥様は夕焼けなんなんのメンバーの誰かです。平日の夕方に放送されていたと記憶している。学校が終わってから急いで帰宅しこの番組を見ていた。おにゃんこクラブも大人気でみんなそれぞれの推しがいた。おにゃんこクラブは男女を問わずに人気があったと思う。当時レギュラーだったおにゃんこクラブは他のアイドル歌手タレントと違ってそこら辺にいそうでもしかしたら会うこともできそうな身近なアイドルというのが生まれたのもこの番組だし、その後の AKB や坂道グループにつながっていったと思うと伝説の番組と言えると思う。夕方の5時からの番組では過去最高ではないでしょうか。内容はなんてことないですが出てきたのが本当の女子高生なのがすごい衝撃でした。高井真美子さんが好きでした。国生さゆりは怖かったです。7位はダウンタウンのごっつええ感じ。みんなの意見はこちら。自分も当時は毎週楽しみにしていた。視聴率がすごく高くてまさに国民的な伝説の番組だったと思う。先日名場面集みたいなものをやっているのを見たけれど今だとコンプライアンス的にできないだろうなというシーンも結構あって、そういう意味でももうこういう番組を見ることはないんだろうと思う。ダウンタウンの天才ぶりが出てる番組、コント番組ってあまり見たことなくて、でも放送の次の日学校で必ず話題になるから見なきゃいけない状態になっていた。コントのキャラも強すぎて未だに忘れられません。ダントツだと個人的には思っています。あんなに笑わせてもらった番組はない気がする。本当に面白かったし楽しみだったし、当時はビデオだったので撮って何回も見て爆笑していました。伝説的というキーワードからダウンタウンが様々な俳優女優芸人とともに今までになかった実験的なお笑いを展開しまくるという何でもありのお笑いの中でも今をも持って語り継がれる番組だから、ダウンタウンが東京に出てきて本格的なコント番組がゴールデンで見れるなんとも贅沢な番組でした。とにかく松本さんの天才ぶりが思う存分発揮されており、なぜこんな発想が思いつくのだろうと感心するくらいレベルの高いコントばかりで凄まじかったです。世代的にドンピシャ、みんなで楽しく見るテレビじゃなくて本当に若者に影響を与えたテレビ番組だと思う。お笑いというよりもアーティストに近い感じがします。当時の松本人志はまさにカリスマでした。土曜日の夜にあんなに楽しい番組がやっているなんて今考えるとすごいなぁと思います。思い出してみると学校の友達もみんな見ていたような気がする。くだらないことで笑えるのが平和だったなぁ。6位はドリフ大爆笑。みんなの意見はこちら。生まれる前の番組ですが生考えられないような演出が多々あったと聞いているからです。テレビ局側も積極的に再放送などをしていたと思います。現在ではコンプラ的に考えられないようなこともやっていたような印象です。昭和の番組なのに今でも語り継がれて知らない人はいないくらい有名な番組だと感じるため、当時の笑いが今の時代でも通用するくらいのレベルで若者も見たらすぐ好きになる感じがするため、あんなに面白い番組はないと思う。伝説だと思う。なぜだか毎週見たいという気持ちにさせる魅力的な番組。ここでできたお笑いの方が世代を超えて通じるネタとして長年定着していたと思う。ただし国民の最近のコンプライアンス意識の向上もあり令和では通じにくくなっていくだろうとは思う。放送当時私は小学生だったが、翌日学校へ行くとみんながこの番組の話題で盛り上がっていた記憶がある。私と同年代だった子供たちはみんな見ていたのではないだろうか。直接見たことがない世代でも知っている番組で、昔の映像がたびたびバラエティ番組で放送されるたび何度も見たはずのコントでも笑ってしまうから、自分が見ていたのはかなり子供時代ですが、子供にもわかりやすいお笑いですごく楽しく見ていました。今でも思い出になっています。特にスペシャル番組で2時間くらい放送されるときは朝からワクワクしていました。5位は電波少年。みんなの意見はこちら。松本明子さんと松村邦洋さんの掛け合いと出川哲朗さんなどがむちゃくちゃな D からの指令をこなしていくのは見ていてレンタビもの白かったです。その後には猿岩石から中やんなどの無茶な旅など今では考えられない企画ばかりでした。様々な企画して挑戦的な番組でした。現在ではお蔵入りになりそうなものもあり、まさに伝説と言えます。またコンプライアンス的に抵触しそうな点もありました。
過去を知っていると現在の番組では物足りなさを感じてしまうこともあります。この番組は関東地方では日曜の夜10時30分に放送されていました。日曜日は夜が深くなればなるほど気分が憂鬱になるものですが、そのような憂鬱な気分を完全に吹き飛ばしてくれるようなワクワク感をこの番組は感じさせてくれました。有吉さんたちによる海外ロケは今でも非常に有名ですが、海外ロケが始まる前の松本さんと松村さんによるアポなしロケは時に国会議員などにも及ぶこともあり、当時は非常にワクワクしたものでした。企画が頭おかしいことばかりだったと思います。ラスビさんの企画とか国民全員で騙していたようなものにも感じます。著名人に対して突撃する企画だとか、国を越えた場所で行われる企画など、今では安全面からもできない企画ばかりだったと思います。今考えると信じられないような破天荒な企画を次々に生み出した他の追随を許さない、まさに唯一無二の番組。ハラハラドキドキしながら毎週夢中になったこの番組から有吉を輩出したことも感慨深い。この番組は有名ではない芸人にとんでもないことをする印象が強かったです。世界を旅するとか、イタリアのマフィアに突撃取材、アラファト議長にも突撃取材に行きましたね。有名になっていった芸人さんがたくさん出てきた面白い番組でした。本当にヤバい番組、日常にない刺激でドキドキしながら見た覚えがある。普段体験できないことをこのテレビを通して疑似体験できた。ワニとか銃とか激しすぎて人が死んでもおかしくないレベル。でも見るのをやめられなかった。松本明子さん、松村邦弘さんの司会で猿岩石の無一文の食べられず野宿しながらのユーラシア大陸横断ヒッチハイクの旅とか、ラスビさんの検証生活とか、坂本ちゃんが東大受験を目指す企画など今も記憶に残ります。すごい番組だったけど、あそこから出てきた有吉がこんなに出世する世の中になるとは本人も周りも思っていなかったと思う。むちゃくちゃだったが面白かった。今はコンプライアンスがうるさいから同じものは作れないんだろうなと思う。4位はスマップ×スマップ。みんなの意見はこちら。様々なコントがあり、ゲストを招いた料理があり、歌もあって、日本だけでなく、世界の有名人もたくさん来てくれた、すごいエンタメ番組だったと思います。今から流行ることも、この番組で知っていった気がします。解散はしてしまったものの、誰もが知るスマップ。月曜の夜といえば、スマップ×スマップで学校での話題でしたし、料理や数々のキャラクターを演じてて面白いと人気でした。幅広い層からの視聴、愛されていた番組だと思います。スマップが復活したら絶対に見たい番組なので、伝説的という言葉にふさわしいと思います。かっこいいアイドルグループのスマップが歌もダンスも料理も芝居もお笑いもいろんなことに挑戦し、面白かったし感動したし、長い間高い視聴率を取り続けてきたと思うから、今や解散してしまったスマップの番組で自分が幼少期の頃から親と見ていたので記憶に残っています。木村さんが企画で普段のイメージを壊す役をやっているのが衝撃的でした。ビストロスマップでの中井さんのオーダーっていう掛け声が今でも仲間内で使っているので記憶に残っています。当時の一番のアイドルグループが1時間番組のバラエティをやるのが新鮮で見逃せなかった。この番組でスマップメンバーの意外な一面を知れたり、ゲストとの仲の良さを知れたりして、その他のメンバーの活動も一層楽しく感じられた。思いもよらぬ終わり方をしてしまったという意味でも伝説的だと思う。ビストロのコーナーもミニコントも面白くてよく見ていた。ミュージシャンとのコラボも素敵で、国民的アイドルならではの番組だったと思う。アイドルが時間制限がある中で料理対決をして、出来上がったものをゲストに食べてもらって勝敗を決めるというのが面白く、またアイドルが本格的な料理をするなど見る側の想像を超えることをやっていた番組だったため、ビストロスマップやスマップのメンバーのお笑いのキャラが好きでした。今考えるとアイドルのスマップがよくやってたなと思いますし、アイドルのお笑い参加の先駆け番組なんだと思います。それまでアイドルがコントしてお料理するなんて考えられなかったが、本当に面白かった。スマップを名実ともに国民的スーパースターに押し上げた、まさに伝説の番組だと思う。解散が未だに悔やまれてならない、アイドルがコントをして笑いを取る先駆けの番組だと思う。スマップがどんどん国民的な人気グループになっていくのが分かったし、最後の歌のコーナーもとても良くて、料理も腕前がすごくて、アイドルとしては伝説の番組だと思う。3位は学校へ行こう。みんなの意見はこちら。
学校でクラスメートがほぼみんな見ていました。放送翌日は放送されていたゲームが必ず流行りました。何十年経った今でも話題に出ることがあるので伝説的だったと思います。子供の頃毎週楽しみに見ていた。どこ行くんですか？ゲームや癒し系麻雀のコーナーが特に面白くて録画して何度も見た。未成年の主張も印象に残っている。 V6 が良い味を出していたと思う。学校へ行こう。時間帯的にもみんなが見れる時間で幅広い層に人気だったと思います。番組が終わっても特番が組まれると懐かしく青春時代を思い出して見てしまう。そんな番組なので時代を彩った番組なので伝説的だと思います。そもそも大ファンだったこともあるけれど今でも同世代の中では知らない人はいないくらいの知名度がある番組だからコーナー一つ一つが今の時代復活してもおかしくないくらい素晴らしいものだと思うから。屋上から告白する場面が大好きでした。ザ・青春って感じのリアリティショーが見ていてドキドキワクワクで楽しかった記憶があります。学校へ行こうというシンプルで覚えやすい番組名もあって記憶に残っています。学校へ行こうの未成年の主張が最高の企画だった。生徒たちが屋上から叫ぶというものだけど毎回どんな主張が出てくるのか楽しみだった。 V6 さんのコメントや生徒たちのやりとりが本当に面白かった。視聴者層を学生に限定したような内容で当時の中高生は全員が見ていたのではと思えるほどに人気でした。今では M1R1 チャンピオンになったマジカルラブリーの野田クリスタルさんが素人芸人として出演していたことも伝説的です。この番組と類似の番組は今でも同民放で放送されてはいますが学校へ行こうの場合は首都圏などの大都市圏の中学生高校生たちだけではなく地方に住むユニークな中学生や高校生たちにも大きなスポットを当てしかも V6 のメンバーたちがそれらの学校を多数訪問したことは大きな意味があったと思います。学校は勉強だけをするところではなく他の楽しみ方もあるのだということをこの番組が視聴者たちに知らせてくれたことも当時としては意味深かったと思います。学校へ行こうが放映した日の翌日は同級生と学校へ行こうの話をして楽しめた。 V6 のメンバーが体を張った企画が多くて感心していた。番組で取り上げられた教室の中でできるゲームなどが実際に学校内で流行った。学校へ行こうの人気コーナー未成年の主張は少し前にスノーマンの番組でも復活していたしリズムゲームはラブイットでも行われており今放送しても人気が出るコーナーがたくさんある番組だから2位は8時だよ全員集合みんなの意見はこちら。かなり昔の番組なのに先日も特番が組まれていましたしお笑い番組の元祖という印象が強いです。イカリア長介さんや志村健さん加藤茶さんなどドリフが終わった後もずっとテレビ界で活躍されていた方が揃って出演していたというまさに伝説的な番組だと思います。生放送でこれだけの笑いを提供してくれお笑いの原点とも言うべき番組でした。当時は生放送とは知らなかったので今思うと入念な準備がされていたと推察します。テロップに頼らずまさに実力勝負でした。小学生でも土曜の夜8時は8時だよ全員集合を見ていました。加藤茶さんが人気で学校でモノマネする子供がたくさんいました。コントも毎週生放送で当時のドリフターズの人気はすごかったです。ひょうきん族と争っていていつもどちらを見るか真剣に悩んだものでした。安心して笑えるという点において国民的な伝説の番組だと思います。今でも総集編の番組が組まれるあたりにレジェンドの風格を感じます。やはり生でしかもスタジオではなく地方の会場で放送していたことなどを考えても伝説的だなと感じます。大掛かりなセットを使ったコントも今では考えられないことだし何よりドリフターズの笑いエンタメの腕があって初めて成立するとも思います。オープニングからエンディングまで何もかもが伝説級だと思います。最初のメインコントからヒゲダンス志村さんと中本さんの対決まで全てが面白かったです。生放送ならではのトラブルもあり停電はすごくインパクトに残っています。当時は小学生でしたが
どの家庭でも見ていましたね。ドリフターズのコントも、キャンディーズや売れっ子のアイドル歌手、研ナオコさんとか、毎回声を出して大笑いしてしまう番組でした。志村健さんと加藤茶さんのやりとりが一番面白かったです。学校でもみんなでまた話して楽しんでました。前半は大掛かりなコントで、後半は合唱だったりしましたが、今見てもすごいなと思います。おバカだなと思いながらも、思わず笑ってしまう。当時、必ず楽しみにして見ていた番組です。この番組は、ほぼ毎回公開生放送で中継されていましたが、停電などの場合を除き、生中継の間に、ほとんどハプニングも起きず、タイムスケジュールに沿って、各コーナーが毎週予定通りに進行していったことは、今でもとても信じられないことです。同時間帯には、NTV 系では、全日本プロレス中継が放送されていましたが、週明け月曜日に学校に行ってみても、雑談でプロレス中継の方の話をする人は、ほとんどいなかったことからも、いかに8時だよ全員集合の番組としての価値が大きかったかがわかります。毎週生放送で、場所も違うところでやり続けていたのは、やはりすごいと思う。当時の人気歌手、アイドルをゲストにして、コントをやっていたことも、画期的だったと思うし、今見ても面白い。1位は笑っていいとも、みんなの意見はこちら。平日のお昼、職場でもテレビが流れていて、それをみんなで見ていたというところが、すごいと思います。世の中が今よりもっとゆっくりとしていたから楽しめたバラエティなのかなとも思います。言わずもがな平日のお昼の帯番組の伝説的な番組だと思うので選びました。タモリさんという一人の司会者が月曜から金曜という平日のみだったが毎日生放送で長期間続けていた番組でタモリさんは休むことなくずっと続けていてギネス記録にもなっているためタモリさんがトレードマークのお昼の代表的な番組様々な企画があり、ゲストとタモリさんが話して、観客と一体感を感じられる雰囲気が良かった。数珠つなぎで、次のゲストに、当日のゲストが電話して来てくるかな?いいとも、のやりとりが大好きだった。平日の昼間のお昼の生放送番組といえば、笑っていいともです。週末に放送される総集編を楽しみにしている子供でした。夏休みは、毎日リアルタイムで放送を見るのが楽しみでした。超長寿番組で長い間、幅広い世代に愛された番組だから、最終回で芸能界の大御所たちが共演してて、感動的だった。テレフォンショッキングで、次のゲストが誰かを考えるのも楽しかった。毎日生放送で、多くの素人が出たがる、海外も含め、オールジャンルのタレントが出たがる、番組はこの番組しかなかったです。学生でしたので、平日は見れないので、日曜の増刊号を、毎週楽しみに見ていました。お昼の時間の帯番組、ギネスに乗るほどの連続記録は、まさに伝説だと思う。あの頃はいいとも。が、流行語にもなったし、新宿アルタ前に、人も集まった。オープニングの曲は、今も記憶に残っている。なんといっても、最終回が衝撃的でした。共演がないと思われていた、お笑い芸人さんが、タモリさんのために集まり、見ている人の度肝を抜きました。記録的な長寿番組であるというのも、理由の一つです。自分が幼少期の頃から行われていたので、同世代で知らない人のいない番組でした。タモリさんを一躍スターにした番組で、ダウンタウンやうっちゃんなんちゃんが活躍した頃が一番好きでした。テレフォンショッキングで志村さんが出演を断ったり、友達の設定のはずなのに、女優さんが初めましてといった放送事故が生で見れて、本当に楽しかったです。笑っていいともの終了があれだけセンセーショナルだったことからもわかるように、誰にとっても毎日の当たり前の番組だったと思う。マンネリも含めて楽しめる、お茶の間から愛された、稀有な番組。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。